聖殿は、宮殿、神社、神宮などの中心となる建物。諸儀式が取り行われる。本殿とも言う。明治宮殿聖殿内部1888年、落成。中庭に対して南面し、木造平屋建て、外観は和風で入りもや造り。内部は二重角天井。シャンデリア、絨毯などを取り入れた折中様であり、外国指針に、 東洋屈指の大美術と称賛された。1889年2月11日第2本帝国憲法発布式典は挙行された。1945年の東京大空襲により他の宮殿電車と共に消失した。皇居宮殿、聖殿1990年11月12日撮影皇居聖殿は皇居宮殿の中心となる電車で中庭に向かって当面している。 外観は和風、入りも屋作り。屋根の胸には両端に、随調の飾りが設置されている。南側は、回廊と北側は、豊明殿とながっている。正殿は、中庭から見て、床の高さが3.7メートルあり、宮殿格闘中最も高く位置している。正殿には、竹の間、松の間、梅の間の三室がある。1990年、 聖伝末の間に公業座、御頂台が設置され、第125代天皇、秋人の即位の礼が挙行された。ありがとうございます。